はい、よろしくお願いします。今回高校受験対策の英語の第1回やっていきましょう。で、問題3もありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。では早速ね、自分の方は解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回は AB の、A さん、B さんの会話文ですね。で、穴埋めだったり、並び替えだったり、まあ、しますけど、まず1番から A さん。What season do you like? で、こういうタイプの問題、まあ、受験の過去問とかやってると、まあ、よく出てくると、あるんですけど、ポイントとしては、まあ、あれで正解するのはもちろんなんですけど、早く解く。これね、早く解くがすごくキーワードにしてください。だから、みんな過去問とかやってる時もそうなんですけど、問題集とかでこういう問題出てきた時に、どれだけ早く解くかっていうのを意識しながらやるといいです。なぜかっていうと、長文とか英作文で時間取られるから、そっちに時間回したいんですよ。で、大体が、その長文とかの前にこういう問題が出てくるので、ここをサクッと終わしてリズムに乗って長文に余裕を持って入りたい。これが大事。だからね、きっちり訳さなくていいです。長文もそうなんですけど、こんなことが書いてあるよね、ぐらいで大丈夫。まあ、今自分は解説するんでちゃんと訳していくんですが、自分がもしさっきやった時ね、やった時は、こうパッて見て、あ、何季節あなた好き ?OK。何の季節が好きって聞いてんだなってわかるじゃん。で、I like summer だから、あ、夏が好きなんだねって。海でしょ?泳ぐの好きでしょ?あ、海で泳ぐの好きなんだねって。そういう会話がわかるじゃないですか。ちゃんと、I love swimming in the sea だから、私は、海の中で泳ぐのが好きです。なんて訳さなくていいの。単語の意味拾って、あ、こういうこと書いてあるんだなって拾ってやってってください。きで、これね、最後、How are you? これあるんですけど、これ決まり文句なので、せっかくなんで覚えておいてください。よく出てきます。これはね、相手に対して、あなたはどうって。まあ、ちゃんと訳すと、あなたはどうですかなんだけど、っていう聞き方。これ、How about you? セットね。これセットで、あなたはどうですかって聞いてます。つまり、B さんが、私は夏が好きだと言ったわけよ。じゃあ A さんに対してあなたは何が好きなのって返してる感じ。あなたはどうって。だから A さんが返します。I like spring. ね。春が好きだと。ね、今回先に答えから行きましょう。これね、A が答えです。ベスト。で、これはね、もう、like があるじゃん。like あって、まあ、like spring が春が好きって言ってて、ザ・ホニャララ。しかも、オブ・オールまであるからね。これ見たときに、ああ、これは最上級だって気づけると嬉しい。で、ちなみに今回最上級とかはいろんなもんね、この後出てくるんですけど、まあ動画の概要欄に授業動画、最上級の授業動画も撮ってあるので、まあ気になる方はそっちリンク貼っておくんで、そっちで復習してみてください。で、最上級の作り方もね、さ、もともと基本的なものがあるんですけど、今回使ってるのは、まあ like あるでしょ ?like ほにゃららザベストね。これ最上級の1個の作り方。like, ほにゃらら the best. これで、ほにゃららが一番好きって言い方です。like, ほにゃらら the best. で、その後ろ、ベストの後ろに今、オボールが来てるじゃん。で、今回、オボールだけだと、例えば、全部、すべての中で一番好きって言い方になります。で、今回みたいに、of all seasons が来てるんですけど、of all, ほにゃらら s.まあ、S でも複数形ってことね。って言い方で、まあ、シーズン季節なんで、すべての季節の中で一番好きって言い方になります。まあ、よーく出てくる。よーく出てくる。覚えておいて。だから、ベストを使うの。今回ね。で、後ろはもう問題解けたから関係ないんだけど、まあ、花がね、flowers are beautiful だから、花がとても美しいと。花が綺麗だから春が一番好きだな、みたいなことを言ってます。で、B さん最後、I see。これも決まり文句ですね。これ分かりましたって。まあ、今回の答えとは関係ないけど覚えておきましょう。まあ、春が好きだからもうそうなんだみたいな感じ。会話だとね、今回は。で、ベスト。ここの穴埋めもね、よく出てくるんですが、ここもね、結構狙われやすいんで覚えておきましょう。後ろの部分。何が大事かって、複数形です。オブオールシーズンじゃないんです。シーズン図なんです。複数形にするところを覚えておいてください。では2番行きましょう。で、まず A さんですね。What? 何で will が未来形のサイン。あなた。この do はする。動詞ね。動詞の do でするです。で、tomorrow で明日。つまり、あなたは明日何をするつもりですか?何をする予定ですか?って聞いてます。そしたら B さんが、私はまあ未来形で返してるね。will go to the ほにゃらら。だから、どっかに行くつもりなんだよね。でも、go to the って言ってるから、まず場所でしょ。
どこに行くって言わないと。じゃあ選択肢の中で場所はどこかっていうと、1個しかないね。ライブラリー。これは、こっちの方がいいかな。いいか、ここで書けるでしょう。きっと入れます。頑張って。ライブラリー。図書館です。つまり、I will go to the library っていうことで、図書館に行くつもりですとなりました。で、残りの選択肢を見ると、to があるんですよね。で、この to。まあ、これもね、めっちゃ出てくるやつですよ。不定詞です。不定詞の to。で、不定詞の to は to プラス、後ろに動詞の原型がきます。ちょっと動言で許して。これ、早くしたこと、あれなんだってなるかもしれないけど、動詞の原型。これが作り方。で、不定詞は訳し方がいろいろあります。何種類か出てくるんですけど、作り方は1個。to プラス動詞の原型です。で、今回の意味として使ってるのは、ほにゃららするためにです。つまり、あることをするために、図書館に行くつもりですと作りたかったの。じゃあそれを作ります。で、後ろにね、to を入れると。ライブラリー言った後に。で、to の後は動詞の原型。残ったのは borrow と books と some です。動詞はこれしかありません。borrow。で、これね、まあ、発音がね、ボローとバローがね、またイギリス英語、アメリカ英語で違うらしいんですけど、自分がバローで習ってるんで、ちょっとごめん、違ったらごめんね。俺はそっちで覚えちゃってるんで、バロー。これ借りるです、借りる。で、残りブックスとサムがあるから、まあ、これはね、あ、入らないんじゃないですか。すいません。入れるって言ったのにごめんね。こうなっちゃった。Library to borrow some books。何冊かの本です。何冊かの本を借りるために図書館に行くつもりですと。これで正解となります。不定詞ね。これも概要欄に貼っておきましょう。で、ラストですね。まあ、この3本の中ではこれが一番つまずく方がいるかもしれない。で、まず A さん、I think the writer is smart と言ってます。で、これ問題関係ないんですけど、非常に大事なんで覚えておいてください。何が大事かってこいつです。think。まあ、教科書とか参考書によっても I も書いてあったりするんでね。こうしておきましょう。ちょっとざっと書かせてください。こういう感じ。こうだね。I think。まあ私です、I はね。で、think は思うとか考えるです。思うとか考える。で、I think でこうざっと書いたんですけど、ざっとは入るときもあれば省略もできます。今回省略されてます。いないんでね。でも入れてもいい。で、I think that の後ろに SV、自分はよく文って言っちゃうんですけど、こういうの。文が来ます。いい、I think that 文です。これ覚えてください。これで、文っていうのはもう一回 SV、主語動詞から始まるんですけど、この文で書いた内容のことを私は思いますよって作り方なんです。これ非常によく出てくる。いいね。だから、自分がね、まあ、慣れるまで、慣れてる方はいいんですけど、慣れるまでは、I think が来たら、think の後ろで切るといい。もし、ザットが言ったら、ザットの後ろで切ってください。切るっていうのは、もう一回後ろをリセットして訳を始めるんです。The writer is smart. The writer, 作家さん、その作家です。その作家さんが主語で、B 動詞 is ですだね、意味はです。その作家さんはほにゃららです。で、スマートは、ここはね、賢いかな、多分。まあ、褒め言葉でよく使うんで、まあ、褒めてんだろう、なんかのニュアンスで自分は訳しちゃったんだけど、その作家さんですごいよね、ことで、みたいな言ってんだろうなって。っていうことを思うんです。A さんは。っていう作り方。これ I think よく覚えてるね。いいね。で、まあ、その作家さんってすごいよなーって思うんだよねーって A が言ってると。そしたら B が聞くわけよ。Why do you think so? で、この think so、think 先に思うね。で、think so の so はそのまま so って訳して。そう思うでいいから、そう思う。で、why なぜね ?why なぜなぜあなたはそう思うの？なんか褒めてるからさ、その作家さんのことね。なんでそう思うのって聞いてます。で、もちろん why で聞いたら because。もうこれはセットね。なぜって聞いたらなぜならばで返す。なぜならば。で、なぜならば。で、まあ because の後ろもね、切っちゃうといいですね。もう一回文始まるんで。で、the book。その本。で、ほにゃららって言って、まあ very popular with people of all ages。となってる。でね、これ、まあ、な考え方が2種類アプローチがあるかなと個人的には思ってるんですけど、まず、この選択肢にね、ウィッチがあるわけよ。こいつ。これ、関係代名詞のウィッチなんですよね。で、これがいた時に、ああ、関係代名詞使うんやろうなって気づいてもらえればそれでもいけるし、例えばね、the book が主語だから次は動詞を入れたいわけ。動詞。で、選択肢の中に動詞っていうのは、今 B 動詞の is。
もしくは、ライトの過去形のロートがあります。書いたですね。でも、ロートを入れちゃうと、その本が書いたになっちゃうんだよ。本は書かれるものだからね。だから絶対おかしい。ってことは、is だよなと。で、is を入れるんですけど、the book is って言っちゃうと、その後ろがもう並べないんだよね。積むんだよね。できない。ってことは、is じゃないんだなって思って、あ、関係代名詞だみたいな感じで言ってもいいし、あとは、例えば、the book is って言った後に、他無視して後ろに訳言っちゃうの。the book is very popular。その本はとても人気があるって文完成するんだよね。完成する。ってことは、残りの選択肢で何か補助する役割で行くんだなって。まあ、ウィッチがあるからさ、もうそもそも関係代名詞で補助じゃんって気づければいいんだけど、ウィッチが省略されてたりとか、もう意味が完結してるけど、残りで何とかしなきゃいけないんだったら、その補助で回るの。で、自分は補助って言っちゃうんですけど、それは、the book。本を詳しく説明するの。詳しく。それで関係代名詞使うんですけど。で、そのね、先行詞。補助されたいものが本っていうものだから、まず、ウィッチで使います。ウィッチね。で、ウィッチの後ろで SV、もう一回主語動詞から始める。まあ、それは、主格と目的格っていう違いもあるから、主語がない時もあるんだけど、今回、ウィッチを挟んで、残りの C とロートとラストイヤー、まあ、あれね、C、ラストイヤー、ロートをうまく並べる。で、主語が C だから、C 入れるじゃん。で、動詞がロートじゃん。で、一応並べとくわけよ。こうやって。is 以外をね。こうやって並べとくの。そうすると、she wrote last year。これ一個文できてるわけ。彼女が去年書いたっていう。で、この彼女が去年書いた本って持ってくんだよね。これが関係代名詞の役割だから。補助してるの。the book っていうのを詳しく説明するためにね。で、この the book から last year までが主語みたいな感じ。一塊になって、で、is がくっつく。後ろに。彼女が去年書いた本はっていう感じ。主語ね。は、とても人気があるんです。これが関係代名詞の使い方。で、もう関係代名詞は、もう高校受験の英語だったら出ない、まあ、出ないことが珍しいぐらい。に、どっから出る。それは問題に直結してるんじゃなくて、その長文の中に入ってる時もあるんですけど、それぐらいによく狙われます。問題出しやすいんでね、作りやすいし。そう。だからよく覚えておいてください。これ、リンクにまた貼っておきます。概要欄にね。でちゃんと訳すと、まあ、ここまででね、とても人気があるってなってるんですけど、with people of all ages。すべての世代の人々に人気があると。人気がある本っていうことを言ってる。いいかな。もともとはね、その作家さんがすごいって言って褒め言葉から始まってるんですけど、こうやって関係代名詞で主語というか、この部分を先行詞を補助する意味をね、補助する役割ができますので、それもね、ぜひ覚えておいてください。線書いていく。よいしょ。っていう感じです。はい。で、まあ今回第1回なんですけど、まあね、やっぱり見てる方どう感じたかわからないんですが、ちょっとこうやっていろいろ説明してしまうので長くなります。問題数少ないんですけどね。で、ガイダンスの時にも話したんですけど、こう、まあサクッと見たい方は早送りで見ていただければいいですし、いろいろ聞きたいっていう方は、こうやって動画見てもらえればと思いますので、うまくみんなね、使ってみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。